文化系トーク YouTube グランパンパスです。はい、皆さんスッキリ見ましたでしょうか。私は録画したもので見させてもらいました。もちろん見たのはザ・ファースト、それからですね、あのね、実は職場でねですね、あの遅く出勤した子がいましてね、あの翔太くんって方出てましたよって言われて、おう、そうなんだって思って、翔太くんを中心にじゃあ出たのかなっていうか、まあでもなんかラン・レイ・ルイの中、翔太さん4人の中で翔太くんが一番目立ったのかなって思ったりね。なんでそう思ったのかっていうと、あの1日で4人分やるのかなってちょっと勘違いしてたんですよ。そしたら、あの今日は翔太くんね、あの特集してもらって、だから4人分ね、毎週なのかな、シリーズ化してる感じなのかな。とにかくちょっと嬉しいですねこれね。ね、あの本当にあの勘違いしててね、1日で終わると思っていたんで嬉しいっす。これはあの日のザ・ファーストの翔太くん回をね見ていれば、 Hulu で見ていれば結構その被ってるところとかもありましたけれども、でもやっぱねスッキリさんさすがですよ。独自の素材とかもあってね、今回は翔太くん回だったけれども、ルイくんのね、ルイルイのね、我らがルイルイのですね、あのレコーディングの姿もね見れたりなんかしてね、これも良かったなって思いました。ただ実際どうなのかなっていうね、結構もう Twitter とかでもいろんな意見言っていらっしゃる方がいて、毎週やるかどうかってと分からないねって話とか、つまりその Hulu のあの翔太くんの回ね、あのもう Hulu っていうか、あの日のザ・ファーストの翔太くん回ってもうやりましたけど、まあなんかその50音順でやっているっていうことっていうことになると、ランくん、ルイくん、レイくんは、まあ、ラ行なので結構まだ後の方ですからね。あのこれ撮ってる金曜日で今日が翔太くんなので、まだまだ他にもいますからね。だからちょっと後の方なのかなっていう気もするし、あるいは先にやるのかどうかっていうね。でもどうなんでしょうね、あのやっぱり Hulu で見るっていうところのところにイニシアチブっていうか、そこがあった方がいいから、まあ、いつやるのかなっていうところ、まあ、毎週やるっていうのは言ってなかったですね。確かに森アナウンサーもね、まあ、実際どうなのかなっていう、案外インラとかで、森アナのインラとかで聞けるかもしれないけれど、まあまあちょっとね、来週もやるのか、それともちょっと不定期でやるのかっていうのは、まあ、今後の様子情報とかね仕入れながらで見ていきましょうっていうことになりますかね。とりあえずはね、うん、まあ、翔太くんの話です今日のね。いやーでもね、スカイハイさんのライブに出た翔太くんがね、まあ、Hulu でしかやっぱ見れなかったわけですけれども、あのお茶の間にというかね、スッキリで地上波で見れたというのはね、みんなが見れたっていうのはとっても嬉しいなというふうに思いますよ。皆さんが全員 Hulu に入ってらっしゃるわけじゃないですからね。だからね、エール・ザ・ショーターっていうね、あのアーティストのね、スカイハイさんのライブでのあの歌詞歌ったのもね、初めて聞いた人もいたのかもしれない。翔太くんの歌詞ってね、本当になんか等身大っていうかね、すごくあの馴染みのある言葉をたくさん使って、それがだからあの R&B 的な歌い方していて、アッシャーとかね、そのあの R ケリーとかいますけどね、等身大の言葉で歌ってくれるので刺さりますよね。なんかね、すごい独特な歌詞を書くなっていう風に前から思ってはいてね。でも翔太、エール・ザ・ショーターっていうね、アーティストの個性なんだなっていう風に思って、誰とでもなんかうまく合わせられそうな感じがしてね、さすが翔太ママだなっていう風に思ったりもする、あの音楽性だなっていう風に思ったりしてます。まああの全然音楽に関してはあの素人でございますけれども、加藤浩二さんたちの反応もね良かったですね。レイちゃんの髪色がね、この金髪になっているって話をしていたりとか、そういうのもあって、天くんとレイちゃんがね、翔太くんが出たスカイハイさんのライブね来てましたからね。で、楽屋の方でも話をしたりなんかして、あの日のザ・ファーストで話していた内容とかもちょっとやっぱ映ってたりはしたから、あのそういうところもね、あの翔太くんがね、本当に照れ隠しなのか何なのか、結構いろいろね、あの自分を下げながら笑わせてくれるっていうのがいいなっていう風に思いますね。だから慕われるんだろうなって気がするし、やっぱね、翔太推しってわけじゃなかったんですけど、翔太くんがねいると本当にいつでも笑顔になれるなっていうのが、これが要するに画面越しで見てるだけの私らですらそうなんですから、 BMSG にいるみんな直接会ってるわけだから、それこそすごいほんのりするし、ほっこりするし、笑顔になれるんだろうなっていう気がしますよね。そしてね、エイル・ザ・ショータの名前のね、この由来ね、これめっちゃいいっすね。めっちゃいいっすね、マジでね。うん、まああのアイルなのかエイルなのかって話がまずあったけど、どうやらフランス語の方のエイルの方の愛、家族、翼っていうところ、まあ翼がね、あのフランス語でエイルですね。あ、でも結局その家族っていうのがあのスッキリでも書いてあったから、トルコ語で確かエイル、アイルって名前で家族っていうのでも表せるんで、そっちの方もありなのかもしれませんね。ワールドワイド目指すっていう意味合いで言ったら、そのトルコ語でもね、フランス語でも両方取れればね、そっちの方々にもアピールできるなっていうところもありますからね。でこういう名前を付け
けるってことは、あの翔太くんはそういうことがもうできるだけの才能があるっていうふうにスカイハイさんおよび BMSG がおそらくは考えてくださっているんだろうなと思うわけですよ。でエイルダ・ショーターの中でこのレーテって名前、そういえばあのレーテっていうのは翔太くんのねインスタグラムでレーテって書いてあった気がするけど、あれこれ何なんだろうなってちょっと正直ね、もしかしたらアーキテクトの方は知ってたのかもしれませんが私らは分かんなくて、でレーテがこれがつまり人が集う営みの中心、川のような存在っていう ね川の流れのようにっていう名曲もありますが、ね、人が集う営みの中心っていうね、それがつまりあのみんなの総意だってことですもんね。まあ間違いないですよね。でエイルっていう名前を入れて、でエイル・ザ・ショータの愛を愛の後に L-E-T-H-E でそこにレーテ、愛っていう日本語の後にレーテ、まあ、あの人が集う営みの中心でショータ、愛ってあの人を集める人、そしてショータっていうところでもあるし、でエールっていうことでこれはあの愛家族翼っていうことになるっていうね、ダブルミーニングだったんすねって思って、そうだからその最初にエールでね、ショータザエールじゃなくてエールザショータだったっていうのが、あのこれがこういう意味だったんだなって思いました。つまりナオトインティライミーさんみたいにその最初に名前があってその後で別の言葉っていうのは結構あるけどね、だからこのこれはだからエールザショータじゃなきゃいけなかったんだなっていうことが今回分かりましてね、いや素晴らしいっす、素晴らしいですマジでね、うん、いや興奮しましたね。毎週金曜日にやるんすかね、なんかあのやっぱりザ・ファースト木曜日に特集してましたから木曜日のねあのキャストでやってほしいなっていうところは正直私はちょっとあるんですが、金曜日もいいですけどね、うん、うん、まあ木曜日ねちょっと私はそう思ったりはしてますよまあ皆さんはどう思われるか分かりませんが、坂口さんもいるしね、モーリーさんもいるしね、いやでも終始ニコニコしてね見てました、スッキリの方はね、うん、まあ仕事終わって録画でしたけれどもね、うん、これねあの実際に見てたら仕事の時にニコニコしすぎてやばかったかもしれないなって思った。でねあの前に見たはずなんだけど Hulu でね、あの翔太くんがねあのスカイハイさんのところでね歌ってるところとか見たらね、それまでニコニコしてて、あのその後ちょっと泣けてきたっていうね、なんかおっさんになってくると涙もろくなってきていかんですな、笑いながら泣いてるっていうね、あのそういう感じでしたね皆さんももしかしたらそういう方いらっしゃったかもしれない、もう限界オタク化してる気がするけどまあいいでしょういやでも本当そうなんですよね、結局今限界オタク化っていうあの言葉自分で出してビビったけどもさ、結局自分ってあのルイルイ推しだったし、まあ今の BE:FIRST で翔太くん推しなわけですよ。で翔太くんも好きだけど推しっていう感覚で見たことはザ・ファーストの時はなかったじゃないですかっていうかなかったんですよね。なんですけど俊介くんにしても全然推しじゃなかったけど、やっぱライブ見に行ったらめっちゃ感動したしね、もう泣けてきたし、翔太くんにしてもね泣けてきたんですよ。だからMSD 箱押しって言ってるけど、押し箱押しってこういうことなんだなっていうね、うん、箱押しでありケミ押しでありみたいな、そんなこともありますけどね。だんだん早口になってきたな、これあのオタクのあの悪い癖ですねこれね。もう全部に限界オタク化してたらもう身が持たねえぜって話だよなはい、そんな感じですね。まあ多分この動画撮ってるのがちょっと今7時半過ぎぐらいになってるんで、あのやっぱねこの後に8時から大事なものありますから、それ見てからってことなんで、もしかしたら夜遅い時間になってあげるかもしれません。まあ大事なものっていうのはあの日のザ・ファーストですけどね。でもねザ・ファーストそれからもね、これからスッキリであの特集してくれるようですからね、毎週なのかどうかちょっとわかりませんが、あのねぜひ皆さんもあのニコしたりね、泣いたりとかね、あのすごいテンション上がったりとかね、そんな感じで楽しみましょうって感じですね。また情報とか入りましたら共有させていただきますのでね、あのツイッターとかもね駆使して皆さんも一緒に情報を集めて、あのみんな応援してまいりましょう。はい、ではよかったらチャンネル登録お願いいたします。では失礼いたします。言いたいことは今日言っておく。グランパンパースでした。